今日はちょっとあんまり体調がよろしくなくて、まあそういうもんです。あと今日はそんなに長くやんないからね。明日めっちゃ陽気。めっちゃ陽気。そう、明日はね、撮影があるので。ちょっと体調悪いだけ。はよねえや。明日はじ、ん、流れてっちゃ、じじは1年サボって友達と CD 配信に行くよ。だってかわいい、本当にかわいいね。え、チンアナゴのさ、あれあんの？アバター切り抜きは奥原さんがやってるんですか？ やってるわけないでしょうよ、自分で。自分でこうやってわざわざ「あ、ここ美味しいね」って、ここの部分すごく美味しいねとか言ってさ、切り抜きしてるんでしょ？それは私がやると思いますか、自分で。 YouTube ショートの切り抜き400、え、400万再生。え、何ショートの切り抜き、え、ガチ？嘘？どっち？なんか私変なこと言った？ え、ごめんなさい。まあ、今日は何食べた？みんな。え、チンアナゴ、チンアナ1位。まだ食べてない。今日も、見せた。崎陽軒。チンジャオロース。ケンタッキー。ユッケジャン。私は、私はヨーグルトとおかゆ。少し寒かったか。おでん、え、おでんいいな。おでんのあれ食べたい。卵ともち菌。あ、何を言ってんの？ ジムとか行ってますか？だって。すいません、行ってないです。行ってますって言った方がかっこいいんだろうけどね。え、チンアナゴのさ、え、すごいすごい。ちょっと待って待って待って。チンアナゴ揃ってるやん、私が持ってるチンアナゴ。ちょっと、痛い痛い痛い。痛い。めっちゃ痛かった、今手挟んだ。痛い痛すぎ。私が持ってるチンアナゴのアバターどっちもある。ほら、これ1位の人はさ、このチン、これ、こっちのチンアナゴもある。すごい。これ大人になった。 びっくりした。
で持ってるのよ。だってじゃあこれはファンの方からいただきました。私いつチンアナゴ好きって言ったって思ってたんだけど、なんかどっかで言ってたみたい。怖い。そう、このチン、このほら やばくない？めっちゃ美味しい。ありがとうございます。チンくんとアナちゃん、どっちがチンくんだったっけ。こっちがチンくんだった気がする。でこっちがアナちゃん、二人合わせてチンアナゴですって言ってた気がする。なんか今考えたら本当になんかバカみたい。うん、赤ちゃんとかワンちゃん、あ確かにワンちゃんにやろう。赤ちゃんいないから。長くない？チンアナ長くないか？なんか OKOK。 なんかみんながまたそうやってチンアナゴ見せてるだけで、そうやって言うから、もうこれチン、もう見せない、チン、チンくんとアナちゃん見せない。かわいいってストレートでかわいいね。かわいいでしょ、かわいいでしょって、ごめん嘘、可愛いよね、いいよねこの色。うん、うん、コメント欄やばすぎないか、さすがに。オンライン話し会ってまだ買えますか？今はどう、うちつちしてるのかな？今もうしてないっけ？ YouTube から来たけどさすがにやばいだって。いや私はいいんですけどね、みんなは良くないよね。今日のファッションは黒。
黒ニット。夜更かし結構いけますか？私夜更かししかしてない。でも今日は早く寝る。顔好きだって。え、嬉しい。普通に握手会とかある。握手会というかお話し会、直接会ってお話しする会はありますよ。下は履いてない。だから履いてない。顔良すぎる。え、嬉しい。お世辞でも嬉しいっていつも言ってるね。これ顔がドタイプなんですよ。どうしたらいいですか。だって涙。なんで画面にずっと玉転がってるの。僕玉転がってる。私のこと玉ってこと。私は玉ってこと。私は玉ですか。私は玉って言いたいんでしょう。顔が丸いから。この配信のおかげで明日も生きていきます。え、よかった。お話し会ってみんなどんなこと話してます。え、なんだろう。なんかこの前だったら最近ショールームやばいねみたいな頑張ってんねみたいな言われます頑張ってんねって言われる。ビギナーって何。前髪作らないのって。作った方がいい。今日は誕生日なんです。おめでとう、第3。ショールームどれくらいの頻度でやってますか。だって。え、でも、あんまりや、でも最近よくやりますね。最近めっちゃやるかも。なんか、昨日もやったもんね。昨日もやったし、今日もやって2回目。今日2回もやっちゃった。まあ、そういう日もありますよね。その方が嬉しいでしょ、みんなも。昨日もやったし、あ、でもできてなかったかな、あんまり。でも1日2回やるときも全然あります。だから忘れずに。全然本当はね毎日したいんだけどね。本当は毎日したいけど、ショールームの話ね。ちなみにこれみんな勘違いしてるけど、ショールームの話ね。これ話変えよっか。話変えよ。どうしようか。今日何し、今日何した。何食べた。この低い声好きだって。え、嬉しい。あんまり低い声するってあんまり嫌だった日本語おかしい。でもさ、話変えたところでさ、みんないつもあれなんだよね。
ひなこは黒い。え？ひなこは黒いってどういうこと？ひなこは黒いって何？ひなこは黒い。ひなこ。ゴールデンだるま祭りやってるやん。ねえ、ゴールデンだるま祭りやってる。今、なんか上に出てきた。え、ゴールデンだるまリズム。ゴールデン来た。ゴールデンだるま。ゴールデンボール。ゴールデンボールじゃない。ゴールデンだるまリズム。ゴールデンだるまウィーク。え？何が正解なの？ゴールデン、え、嬉しい。しかも35位だって。え、私がゴールデンダルマ、そう、ダルマ、ゴールデンダルマ。ありがとうございます。ゴールデンダルマたくさんくださってありがとうございます。待って、出そう。え、ゴールデンダルマ。でも別にゴールデンボールはよくない？え？ダメなの？え？なんかみんなさ、いけないような感じで言っちゃってて、ゴールデンボールなんて別によくない？いくらでもあるじゃん。ねえ、だってさ、別にあるじゃん。え？ダメなの？ダメやね。あ、わかりました。すいません。ごめんなさい。間違えました。ダメです。なんか普通にダメでした。ごめんなさい。すごい。今日寒いよね。そう、寒い。めっちゃ寒い。びっくりしちゃった。じゃあ寒くて。唇乾いたって。え、嬉しい。どう？だるま撫でたぜだって。ありがとうございます。すべてが整ってる。嬉しい。笑った顔が近い。え、笑った顔さ、あんま好きじゃないんだよね、自分の。だから嬉しいな。金タコ好き？金タコって何？銀タコ？顔が超絶タイプなんでお付き合い前提に結婚してくださいだって。え、それでさ、じゃどうすんの？私めちゃくちゃめんどくさい女の子だってどうすんの？中身が大事でしょ。怒った顔？怒った顔って何？こんなん分かんない。分かんない。ひなこの口は濡れてない？どういうこと？濡れて今うるうるしてるよ。
金タコもあんの。金タコもありがとうございます。嬉しい。みんながシャワーの時最初に濡らす場所、うん、体。あんまり意識、なんかそういう意識わかんない、意識してないか。男に騙されたことある？だってどういうこと？例えばどういうふうに？詐欺とかってこと？いや、コメント欄やばいやろ。顔面強いですね。嬉しい。嘘でも嬉しい。あーね、あ、そういう騙された？それないですね。だってそういう経験がないんだもん。変なやつに引っかかりそうな、めっちゃ言われる、めっちゃ言われる。引っかかりそう、私やだそれ、めちゃくちゃ嫌だ。大学行ってますよ。少しは悪いかもね。占いとか信じてる系女子やん。え、信じる、めっちゃ信じる。これまでに水着グラビアやったことないですね。多分なくない？ないと思います。騙す側なので騙したこともないです。はじめまして、めちゃめちゃタイプです。嬉しい。靴のサイズいくつですか？24かな、きっと。23は入らない。23はね、入らない。 23.5 だったら入る。 23.5 はぴったりって言う。顔のサイズ、顔のサイズ測ったことない。靴下のサイズって何？映画見ますか？だって映画は最近見てないね。コナン見たいんだよね。みんなコナン見てる、周りの人たち。コナンの正体バラしてやめてください。靴下って実名が好きな。どういう質問だよ。靴下きつめ？でもゆるかったらさ、脱げちゃうからね。だって歩いてて脱げるもん、ゆるかったら。マリオ見たいかも。マリオ見たいの？でも靴下履くと異物感すごくない？異物感？え、本当？
そうかな。好きな眉毛のか、嬉しい。眉毛綺麗？ホーンテッドマンション、映画やるの？お話し会に来たくなるくらいか、来てください、ぜひ。今のうちに来ないとですよ、絶対に。お気に入りの場所？何お気に入りの場所って、家。今靴下履いてない。部屋では靴下履かない。どんな人がタイプですか？優しくて、面白くて、ノリとツッコミとかもできて、なんだろうな、あとなんだろう、あとなんだろう、かまってくれる人、ハードルめっちゃ高い。高いかな、ハードル。S ですか M ですか、わかんないよ。それどうやったらわかるの？わかんない。夜遅くまで起きてる人、それはマジでそう。なんか、9時とかにおやすみって言って、隣で寝られたら、ってなっちゃう。嘘でしょ？まだ昼だよってなっちゃう。私にとって夜の21時はいいね、お昼。男を見るときどこから見るんだって。え？何？話変えよう。なんか間違えた。なんかさ、今日そうだな、今日何したっけな、今日何してた、みんな。よくない、よくない、今日何してた。あと5分したら教えてください。そしたらランキング読みます。男の娘が同い年だって。友達じゃん。 お腹鳴った。
今週末の瀬戸寮だって教えるわけないでしょ。南川って芸人してます。私ね芸人さんあんまり詳しくないんですよね、ごめんなさい。インスタフォローしたんが嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。お腹痛くなってきた。今日も顔が天才だなって、嬉しい。ひなこちゃんの話か言ってみたいなって、ぜひ来てください。何のお話でも聞きましょう。赤ちゃんですか？19歳です。もうとは風と海とさん、キンクマ、キンクマタワーありがとうございます。風と海とさんありがとうございます。ラブありがとうございます。本当に嬉しい。ゴールデンダルマキャンペーンありがとうございます。風と海とさん、ありがとうございます。ミーグリでいい男いたらどうしよう。ミーグリって何ですか？今日なんか大人っぽいなのって嬉しい。ひなこのモーニングルーティーンはね、全然なんか普通ですよ。超普通。ネイル見せて、でも、ね、今のネイルめっちゃシンプルだよ。だから、うん、あんま見えないと思う。これから配信見に来るだって。ありがとうございます。それはヒートテックはもう着ないかな。でも今日は着てもよかったね、別に。寒かったから。朝起きたらまず何するの？顔洗って歯磨きする。学校ルーティンねしてみたい。いつ配信しても、めっちゃね急にやるんだよね私。ゲリラ明日は大学なんですけど、ちょっとお仕事があるのであれなんですよ。ひなこは一限絶対行きそうだって。うん、行くね。割とよく配信してるの。うん。え、ねえねえ、ゴールデンダルマ祭り7位になってる。嬉しい。ゴールデンドラマ祭り7位、さっき35位だったのに。皆さんのおかげです、ありがとうございます。びっくりしちゃった。嬉しい。35位から7位になってた。ゴールデンドラマ、東京大学って広いの？だって広いです。広い。1位になったら何してくれる？え、もう何でもやります。それはだって皆さんがのおかげですから、おかげさまですから。私は皆さんのためになんかそれをねお返ししなきゃなと思うので、
いや、何でも。じゃあ家の前掃除しといて。だって何かデビューしてください。ご飯作ってください。その現実的にできるものでお願いしますね。オッケーオッケー。いなり寿司食べてほしい。それは、全然いいですよ。だって好物だから。もう5分た、確かにもう5分経ってるね。ランキング合うか。じゃあ13位ベジータ A さん、ありがとうございます。12位、ひなこのち、え、ちょっと待って。ひなこのちんや。12位、ひなこの。12位、ひなこのちん。ひなこのチンアナさん、ありがとうございます。11位、たまるんさん、ありがとうございます。10位、ペロペロチーノさん、ありがとうございます。9位、ダブルアットマークひなこしさん、ありがとうございます。8位、かなさアットマークひなこしさん、ありがとうございます。7位、香港編だアットマークひなこかみおしらぶさん、ありがとうございます。6位、プッチーニさん、ありがとうございます。5位、カッチーさん、ありがとうございます。4位、ノブさん、ありがとうございます。3位、あゆちゃん、ありがとうございます。2位、たすきちさん、ありがとうございます。そして1位は、風と海とさんでした。風と海とさん、くまとわもありがとうございます。ありがとう。読まなくていいって言ってもさ、ランキング読んでるんだから仕方ないでしょ。はい、ということで今日も急に始めたのに見にしてくださってありがとうございました。スクショタイムだって。オッケー。それでは明日頑張ります。早起き。おやすみなさい。バイバーイ。ミラーボール。バイバイ。